カバン、見つけてくれてありがとう。助かったよ。それじゃ、僕はここで。またの。うん、おやすみなさい。なんじゃ？うむ。良い質問じゃ。おおよそおみやさんの考えることは。ん？そういえば、おみやさんの名前って何じゃったかの？瀬戸は紳士じゃの。すまんな。会話でなんとなく分かってはおったが、ちょっとからかってみたかったんじゃ。さて、瀬戸だったか。そう大した真実でもないし、瀬戸になら言っても良い気がする。少し言いにくいこともあるが。不思議だな。人目につかないところに出るわけじゃ。恥ずかしいからに決まっとるじゃろ。瀬戸、まさか見ておったのか？だって、めぐみの雨じゃから。珍しいかの。流行りかどうかは知らんが、この服はワンピースというのか。今朝神社に飛んできた白い布を仕立てて着られるようにしてみた。どうだ？理解してもらえたか。ほう、言うてみ。今は神社に置いてあるが、おみやさんはそっちの方がいいか。このことは瀬戸たちには黙っていたはずじゃ。
全部見られていたようで悔しいではないか。そうじゃ。いや、なんでもない。なんでもないぞ。その通りじゃ。木曽川、足？意味がわからんぞ。知らん。最初からそう言えばよいのに。木曽川に足か。言葉の具合がおかしくてたまらん。肩の結びが緩くなってきた。ちょっと止まってもらってもいいかな。あら、瀬戸くん。こんばんは。時切りさん？おみやさんの知り合いか？ほほう。瀬戸くんも隅に置けないな。そんなんじゃ、沙織ちゃんも嫉妬しちゃうんじゃない？それはどうかしらね。そんなに見つめられても困っちゃうのだけど。おみやさん、どっかで見たような気がするんじゃが。そうね。お名前を聞いてもいいかしら。萩原さやという。さや、萩原さや。うちの集落の子じゃないのよね。名簿にはなかったものね。ごめんね。多分人違いじゃないかな。そうか。駅に野暮用があってね、それだけ。そんな、引き止めたのは私の方ですから、お気になさらず。さやちゃんだっけ？気をつけて帰るのよ。帰らないかもしれないけれど。まあ、気はつけるが。瀬戸くんも気をつけて。じゃあね。変わった人じゃの。ん？そんなことないわい。